日本人も日本語を勉強してる。うん、常に。何を勉強してたの？エビスキ、エビスキ、言葉？あ、なんだろう、言葉？語彙。何を勉強してる？言葉だけ？日本語勉強してる？だって草だってそうだし、ピエンとかも最近だし。え、それ何？どんどん。え、なんか悲しい時ピエンっていうの。ピエン。え、なんでピエンなの？そう、ピエン。わかんない、わかんない。なんでピエンなのかわからない。え、じゃあ今悲しかったらピエンって言うの？そう、なんか、そう。え、なんか、あー、例えば、あー、私このプリン食べたかった、マジピエンみたいな。マジピエンかい。何それ、うん、私、シュリンプ好き。そう、ピエンを取り越して、パオーンとか言うし。でも最近はなんか、パオーンとか使わないけど、ピエンは使うんじゃないかな。え、ピエンはペインか。あ、ペイン。あー、そういうこと。あ、ピエン。ピエンのなんか変わったこ変わったバージョン。俺のチャット、俺のそう、俺のチャットがそう言ってた。なんかドクターストーン見てる？見てた？見たことある？ドクターストーン見てないけど、ちょっとなんか内容はわかる。まあその中の一人のキャラがジーマーレっていう、いつも言ってるけど。俺、時間かけてそれ分かるようになった。そのジーマーレっていう言葉は、何の言葉かというと、マジで。マジで、でも、逆に言うと。そう。ジーマーレ。発電所。発電所？ジーマーで行っちゃってんの？こちら、朝霧源。千空ちゃん、敵ちゃんの西側の守りガラガラ。ジーマーで手薄だよ。ビトビン、まだまだ残るの？はい。配信終わってもまだまだ残るの？ちょっとだけ。ちょっとだけ。ちょっとだけよかな。何かあったの？何か用事あるの？用事は特にないけど。用事なかったら残れよ。で、だって残るは残るけど、ライブの配信は1時間半って決まってるから。どうして？どうして？やっと全部見るのって大変じゃない？ああ、まあ、だからその切りがいいとこまでにして。いや大丈夫だと思うけどね。疲れたらありがとう、まあ、疲れたら寝るだけ、うん、寝るだけの話だし。そう、そうまだ配信してるの？そう、始めたばかりだし。俺、うん、そうなんだね。な、100人、200人ぐらい見てますか？200人は無理だと思うけどね。昔は無理じゃないと思うけど、今は62人いる。うわ、すごい。そんなにすごいの？62人だけだよ。いや、60人だって立派に見てくれてるの。まあ、数字は数字だね。そんなにこだわらない。そう、こだわらない。そう、こだわらない。こだわったら悲しくなる。ピエン、ピエン。そうなの？ピエン、ピエン。あれ、あの建物ってなんだよ。ちょっと行ってきてもいい？そう、行こう。どこ？どこの？どこ？これ？これトイレだよ。そう、こういう田舎のところはこういうトイレがある。トイレなの？そう、外のトイレだ。
ないけどね、夜真夜中に真夜中になんか出るって気持ちになったら怖いよ。怖いね。そう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 、化け物もいるし。幽霊なんだ。そう、幽霊とか、幽霊はここにいる。そうそう、この木の後ろに。いやいや、今はいないけどね、なんか雰囲気によっているらしい。なるほど。こういうのがトイレなのか。昔だけどね、今はあんまりない。そうだよね、今はこういうトイレないよね。ないよ、不便だしね。使いたいないよね、なかなか。使いたくないもんね。なるほど、トイレなのが勉強になりました。I'm a tour guide. That's right. I just explained to her this is a toilet, an outside toilet that we used in the past. No one uses it anymore because there's a ghost behind a tree, and it's inconvenient to use this kind of toilet.